7月21日火曜日の開運メッセージです。今日のワンポイントメッセージはこちらです。こちら全身というカードです。なんとなく止まってるように見える時って焦りませんか？そういう時でも止まってるわけではなく、あなたにとっては全身に必ずなっています。全てが経験です。何かこう動かない時も必要なことだったりするんですね。それもあなたにとっての前進になりますので、焦らないでください。今日のワンポイントメッセージは前進でした。それではまた。